ヘーベーは、ギリシア神話の青春の女神である。もともと、ヘーベーとは、若さ、青春の意味で、青春が深刻化,化された女神である。日本語では長母音を省略して、ヘベとも呼ぶ。ゼウスとヘーラーの娘で、アレース、エーレイテューヤと兄弟。ヘーラクレースと結婚し、二柱の息子、アレクシアレースとアニーケイトスを生んだとされる。新闘記では、 黄金の冠を被り、黄金の靴を履くと描写されており、美術作品では平米は袖のないドレスを着ている美しい乙女の姿で表現されることが多い。主配と水差しを持ち、背中に翼を生やした姿で描かれることもある。ヘーラーの子供たちの中で最も母親に愛された娘で、ヘーラクレースの誕生を遅らせて騙したことで起こった、ゼウスはヘーラーを懲らしめるために、 ヘイベイを髪の毛で天井から吊るし上げて、ヘイラーの反省を迫ったことがある。ヘイベイは常に母親、ヘイラーの傍らにいるので、すべての女神の中で最も美しいと言われる。プラクシテレスによる偶像は、アテーナーとヘイラーの娘ヘイベイが座った、ヘイラーの傍らに立っている。また、ヘイベイは、ヘイラーパイスとして、母ヘイラーに、生き写しの処女であった。 ディメター・ラカタリスの1830年頃の絵画、サカツボを持つヘベ、個人像。オリムポスさんの神々の宴会における給仕係の役割を担い、青春を司る女神にふさわしく、神々の若さを保つための不死の霊役である、ネクタールやアムブロシアを出す役目を負っている。ヘベは、穏やかな女神で、オリムポスの中でもつつましい役割をしている。 神々の宴会で幹を継いで回る他に、宴会でアポローンの盾ごとの演奏と、ムーサたちの歌声に合わせて、カリスたち、コーラたち、ハルモニアン、アプロディーテイと共に舞踊をまったりした。能天気な一面があり、前述する通りゼウスが平米を天井から吊り下げた際、彼女は気にせず笑っていた。絶世の美少年として知られるトロイアの王子が有名ですがゼウスによって、 神々の給仕係に任命されたため、ヘイベイとヘイパイストスは任を解かれた。ヘイラクレースとの結婚に伴いヘイベイは給仕係を引退したとも言われる。一説には、神々の宴会で、ヘイベイが過失のため、ゼウスの怒りを買い、その仕事を務められなかった。神々はその代役として、ガニュメーデースを選んだ。ヘーラーはこれに対し、ゼウスに抗議したが、ゼウスは、 応じることなく、ガニュメーデースの姿を天井に移して、水が目ざとした。イーリアスではヘイラーがオリュンポスから外出する際、ヘイベーは手早く黄金の戦車を配備し、アレースがディオメーデースと戦って負傷した際にアレースの入浴を手伝い傷口を洗っている。アンゲリカ・カウフマンの19世紀の絵画、ユピテルの足に餌を与えるヘベ、ロースガルテン美術館所蔵。 英雄ヘイラクレースが入信した際、彼が人間であった時代に、様々な嫌がらせをしてきたヘイラーは、最愛の娘、平米を、ヘイラクレースの妻として与え、義理の息子とすることで、両者が和解したことを、他の神々に納得させた。後に、ヘイラクレースの息子たちがエウリュステウスに迫害を受けた際には、ヘイラクレースの従者にしてその息子たちの庇護者だった、ヨラオスを若返らせて、 エウルステウスを打ち取るのに助力している。その一方で、幼い者を成長させることも可能である。英雄、アルクマイオーンがカリロエイと結婚する以前に結婚していた、アルシノエイが自身がアルクマイオーンと結婚した際に渡された、血納品の宝物である首飾りをカリロエイがアルクマイオーンに取り替えさせようとしたことを起こり、父ペーゲウスの息子たちに、 アルクマイオーンを殺させた。それを知ったカリロエーは、ペーゲウスを憎み、たまたま彼女と浮気しようと近づいたゼウスに、自分の幼い子供たちを大人にするように願う。それを聞き入れたゼウスはヘーベーを使わして、子供たちを成長させ、子供たちは父の敵を撃った。オイデウスの変身物語によると、魔女メーデアがヘカテイとヘーベーを祈らせて、 年老いた愛想を若返らせる魔術を行った。平米は、アテーナイのキュノサルゲスの神殿に、ヘイラクレース、アルクメーネー、イオラーオスと共に祀られていた。また、プリウス市のアクロポリスにも聖書があった。この平米の聖書は、同志では最も尊崇され、祀られている女神はもともと、ガニュメーダーと呼ばれていたが、後に平米と呼ばれるようになった。 ローマ神話では、ユーエンタースを平米に対応させた。ありがとうございます。